つお願いよ、ほっといて、黙ってると癖になるよ、もう一度言ってみな。てめえ、ガオ、ゾウ、喋って流れ物に甘くねえってたまるか、来い。宮田といやこの辺りじゃ知った顔の引くのは目だな。死体は確かに指名手配中の関口だ。もしもし、自殺だよ。私が言うのは自殺者の心理としてはですな。まだ怒ってるのね、昼間のこと。だいたい姉ちゃんが大人しすぎるよ。姉ちゃんのいない間五郎さん大変だったよ。和枝ちゃん、君は防災工場行くとき、帰ってきたら君はすぐ結婚してくると言ったじゃないか。だって五郎さん、あなたは町一番のお金持ちだし。マヌケ。おい、マヌケ、五郎がいるんだよ。危ない。何すんだ。バカ、死に場じゃないか。朝日堂の耳の遠いばあさんの店でよ、睡眠薬買った女の人を鹿だって妙なこと聞くよ。何か特徴はなかったかね。つまりそのなんだ、おっぱいが波外れて大きいとか、足が大根だとか。そうだ、俺はどうなったって勘弁してんだ。ダメよ、こんなところじゃ。君は俺の財産が目当たったんだな。本気だったんだな。もう一度言ってごらん。Thank you.